と着きました。合流しました。これから鉄平さんの工房に向かいます。ではまた。翔介さんもいます。業業の例えばその僕ら焼き物を焼いてますけど、その瀬戸ってあの器ばっかりじゃなくてファインセラミックとかそれから電球の外資とか ああいうの結構焼いてるところが多いんですよ。でそういうの合わせて800円ぐらいじゃないですかね。でそれ以外にも原料屋さんとか粘土やあの粘土とか作ってるところ、あと絵の具とかあと石膏型とかのがあります。職場ミュージアムみたいな感じですか。そうですね、ここ瀬戸蔵っていうところで、ちょっと中が意外とあのこんなところですけどね、面白いんですよ、これ。後でちょっと時間あったりとか、はい、そうか、釜の関係の仕事が窯業っていうんですね。そうですね、釜っていう字ですよね、釜って、はい、そして、はい、うちのあの僕が住んでるようなところのその小学校の一連区で、昔は本当にたくさんあったんですけど、今だいぶ減って、でも40件ぐらいはまだありますね。それは釜元とか作家とかで、めちゃめちゃありますね。一つの小学校の校区で40。そうですね。でほんならもうその焼き物だらけですやん、もうその町。そうですね、だから子供の時は本当にあのまあもちろん作家とかばっかりじゃないですけど、あのクラス35、6人の中の半分ぐらいは親が何らかの形で焼き物に関わってて、でまあ親がやっぱり作家、それから窯元、はい、あとはそのお母さんがパートで絵付けに行ってたりとか、それから原料のダンプでこう原料運ぶところと木とか、あと木箱屋さんとか、僕らの代がいなかったけど、木箱ね、その器、焼き物を納める木箱とか、あと片屋さんがおじいちゃんだとか、なんかそういう風にね。ここまでもじゃあ町全体がそういうところなんですね。ですね、ただもう今はもうそこまでじゃないですね。だんだん減っていってるんですか。後継者がやっぱ少ないですね、だから今僕らのその地元にある40軒ぐらいは、多分もうこの10年ぐらいで半分ぐらいになるかもしれないですね。10年で半分って結構なスピードで、なので結局あの団塊世代の方がまだちょっと頑張ってやってるところとかがあるんですよ、でそういうところがもうそろそろこの10年ぐらいでやれなくなるんじゃないかなっていう、いわゆる僕らのお父さん世代ですね。そうですね、がもうそろそろ引退するんじゃないかと、そうすると後継者がいないぞと、なるほど。それこそあの原料屋さんとか粘土屋さんなんかでも、それこそやっぱり団塊世代が一番多いじゃないですか。でその人たちもその自分たちが原料を作ってるのをやめちゃったら困る人がいるから、じゃあもう5年10年頑張ろうかなって言って、普通だったら定年ぐらいの仕事を辞めるぐらいの年になっても、僕らの仕事って定年がなかなかないんで、まあ壊れるからやろうかなっていう感じでやってた人たちがもう今70差し掛かって、そうするともう10年すると80になるじゃないですか。したらもう本当に原料屋さん、釉薬屋さん、いろいろがどんどんなくなっていくなっていうのがありますね。原料というのは土ということでいいんですか。土、それから、長石だったり、釉薬の原料にするものとか。釉薬の原料も、まあ、でも土が一番大きいですけどね。その土にしたって結局あの鉱山が住宅地化されてきちゃったんで、そのもう掘れるところがあってもあのもうそこに粘土があるのは分かってても家が建っちゃってて掘れないとか大問題ですね。そうなんですよ。で鉱山がどんどんあの今閉鎖になったりとかですね、まあ、それあの瀬戸だけじゃないんですけど、全国的にちょっと凍土が不足しつつあります。凍土ってどんな字ですか。陶器の陶、陶器用の土で陶土です、おお、到着しました。ごめんなさい、すみません。全然大丈夫です。
なんか二人してカメラ回しながら映っちゃいけないものとかないですか？大丈夫です。これあの牛さんの工房ですね。イカを入れるやつ。これあの父のお抹茶茶碗で、今あの年末年始の贈答品でやってるやつですけど、これあのあんまり大きい声では言えないですけど、あの毎年年末のあの流行った言葉にあげる賞があるじゃないですか、はい、あれの対象の方がもらう賞は父が使ってます、そうなんですか。これ今年はカットしてくださいね、ここの部分ちゃんとあそこカットした方がいいんですね、まあ、別にいいんですけど。今年は3つ、あそうそうそう、3密、うん、3密でもらった賞はこれです。え、あもらう人って3密を言った人、あれ誰がもらうんですか？今年はあのなので、小池百合子さんが小池さん、小池百合子さんはこれ持ってるってことですね。はい、に届くことになったってことですね。もうあのもう届いた、多分届けられたんじゃないですか、ね、あのリモートで市長に顔出してた映像を見たんですけど、うん、でも毎年ね、去年の人は去年の、うん、だからあの古いところだと登場するなら金とかおお、足立さん、一郎効果で一郎さんが生まれてる。え、それは毎年お父さんが作られる？その頃昔はじいちゃんが、あなる、あおじいさんか、今は違う。じゃあ将来は鉄平さんの可能性があるってことですか？わかんないですけどね、でもなったら面白いな。面白いですね、面白いですね、すごい。まあでもあのそう、時々はあのニュースで眉山東郷さんのが使われましたけど、久米さんがニュースステーション時代に言ってくれたこともありましたけど、あの電気が、お便器、これはあの今度浜松じゃないの、いや静岡の方の浜松の方の文化財になる古い家の軒下から出てきた便器らしいんです、あこれ作ったんじゃなくて出てきた、そうそうそう、でや瀬戸の便器なんです、うんうん、で、これを復元してくれっていう依頼を、なるほどなるほどなるほど、そういうのを作って、で今度からその文化財になる家にちゃんと納めるっていうのを作って、うんうん、持ってくっていうのが、なんかロサンジも便器作ってますよね。そうだから結構織部焼きとか瀬戸の便器ってあるんです、うんうん、ですよね、うん、とか今さっき牛がいたじゃないですか、あれをここで今、あ動物を好きだしてる、動物好きですはいはいはい、この型で、はい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 、手で一個ずつこうグッと起こして、ね、はいはい、ここにポコッと回ってくるような、はい、やっぱ粘土細工でその型に収めて、はい、数を作るものなんで、はい、で一個ずつこう起こしたパーツをこうプラモみたいに手を起こす、この型自体も僕が自分で手で作る、あの石膏を流して作るんですけど、でこれを組み合わせていって、まだこれ耳とかがついてないですけど、うんうんうん、下についてですね、これは中蓋開けて小物入れる、何入れるとか定まってるんですか？これお茶の時に、お香を、あ、お香を立て、はい、岩薬のお香を入れといて、それを炭の中に入れるんですね、はあ、で香り立てるんですけど、それ入れるあの時に使う、はい、なんていうの、入れとくものみたいな。でも今時だとなんか指を入れたりとかされる方も、そうですね、いるとか、あとあの死肉の肉をそこに埋めて、はあ、印鑑の死肉のしにくいで代わりに使ってたりとか、でも、ね、これちょっとあのなかなかちゃんとしっかりしてくる、うん、これちょっとまあ、このままあのここ全部埋めちゃって置物にしてもいいなとか、うんうん、まあ、あとここにこうカップをつけて馬上杯ならぬ牛上杯で作ろうかな
馬上杯っていうのはワイングラスみたいな馬の上でこう置かないずっと持ったままの杯っていうか、でそれを馬上杯っていうんで、はい、牛の上にあったら牛上杯かなちょっと作ってみようかな。面白いですね、うん、ここがあの室になってまして、はい、こう窓がない部屋っていうか、はい、でこの室になってるところにやっぱりあの作りかけのものとかをこう入れたりして、この部屋も乾燥してますけど乾燥のコントロールとかこういうのですね、ここにこう刺してみて、で硬さがあの削りとか細工しやすいにちょうどよくなっていたらこういうところに押し替えて、うんうん、今これは陶芸教室でやった人なんですけど、今これ削り待ちのやつです、うんうん、湿度とか、まあ、やちょっと柔らかい、ここもうここまで行くと削れないでしょ、これ一回焼いてますよね。もうそうですね、もうこれは今釉薬をかけるのを待ってるやつ。釉薬待ちか、はい、このここはさっきのお茶碗なんですけど、ここに絵を描いて、はい、この白いのはもうあの上に透明釉が塗ってあるんです。あでこの後この周りの黒い釉薬をかけます。これが黒い釉薬かかった状態です。あ、それかかってるんですか。この釉薬の状態だと何色かっていうのは全然わかんないんですけど、あのこれは鉄分が多くてその鉄分で赤っぽい色が出てますけど、焼くと黒くなる、うん、色としてはこういう、おお、いやもう渋い色出てますね、うん、で父のいっぱいある上まで、もう代表作哲平さん代表作、動物好きですよね。動物好きですよね。見てなかったよ。ペンギンもいてるし、イノシシもいてる。これイノシシは鼻からお酒が出ます。へえ。それは漢字であるんですか、肌って。なんかあの漢字は分かんないんですけど、あの農家の方とかのあの稲を干すこういう棒が、うん、買った後の稲をこう干すやつがあるんですけど、うん、それのことも肌って言うんで、こういう。横に棒が立ってあったら、なんかかけて干すところのことをハザっていう、はい、だからここはね、板を刺してこう干して干すっていうか乾燥させる場所っていう、うん、とにかくそのいろいろ古いんですよね。ここの工場自体が本当に昭和の50年ぐらいに改築したものなんで、ちょうど40年前ってことですね、ほぼ、ね、古いんです。なんかこういう土押し台とかも、こういうのもその、はい、別に作ったのかちょっとよくわかんないけど、土を練るところですかね。はいはい、練るところ。多分こういうろくろとかも、うんうん、僕が聞いた、まあ、昔聞いた時に、まあ、80年ぐらい経ってる。これ自体がろくろなんですね。うん、へー、ちょっと今細かいもの作業するのにちょっと台上げてやってますけど、今この辺のやつとかも、もううちがその工房を入れ替えたりとかするときにまたどっかから買ってきたりもらってきたりしてるんですけど、80年は経っていて、それからもう10年ぐらい経ってるので、まあ、90年経ってないんですけど。you